つもり。はち切れそうな大胸筋に腹筋板チョコバレンタイン。顔出し看板で長年の夢が叶ったちゃちゃ丸です。切り抜かれた顔の穴からは最上級のピエン顔と弾けんばかりの笑顔を覗いています。この1年筋トレキャラとして頑張ってきましたが、全く効果はなかったようです。まずは形から入ってきました。ただ考え込むようなピエン顔、そしてその場を去っていきます。夢から覚めました。現実はメタボリック綿毛です。顔出し看板でモチベーションを高め、決意を新たにして自宅兼トレーニング場へ帰っていきました。あつ森 DJ ちゃちゃ丸、機材の使い方は全く分かりませんが、すがすがしいピエン顔でその場を譲りません。タクを回したイキャンディの気持ちはつゆ知らず、腹を立ててワンオーク東京無人島店を後にしていきました。もち麦ご飯のひづめでは細かい操作はできません。ただ EDM のリズムに乗りながらその場の雰囲気でごまかしていきます。スキルは関係ありません。重要なのは目立つこと。みんなの視線をいただきまとんしていきました。あつ森、何やら神妙な面持ちです。株で大失敗、全財産を失いました。被害総額は300万ベル以上、人生終了のお知らせです。視線を下にやって改めて確認していますが、しっかりと株は腐っています。何度も視線をカメラにやって助けを請いますが、返答は全くありません。当然の結果です。本当に人生が詰んだ人間は笑うでもなく泣くでもなく無表情になる、非常にリアルな反応です。これはどう落とし前をつけるのか。生活保護は無人島にはないだらも、ここで現実逃避、帰っていきました。イトーヨーカ堂の店内にみすゞの顔出し看板が設置されています。そして勤務中ではありますが、みすゞが家に帰っていきました。みすゞも最近かなり疲れているようですが、やはりお嬢様には限界なのか。店長が顔出し看板に気づきました。どうやらみすゞ本人と勘違いしているようです。店長もかなり疲れています。ただ気づきました。これは偽物イミテーション、忍法変わり身の術。とりあえず顔をはめていきます。地味にフィットしているというところがポイントです。完全にお嬢様にやられました。若干店長も楽しんでます。あつ森、店長の逆襲が始まりました。白塗りメイクで今度はみすゞを騙す作戦です。自分が店の中に2人いるという状況、さすがにこれは混乱するはずです。さあ顔出し看板に気づきました。しかし全く取り乱す様子はありません。正面に立ってここで iPhone 12を取り出します。カメラを起動して写真を撮っていきました。よく使うアプリはそうだ、加工の加減が絶妙だからです。光の速さで Instagram に投稿して勤務に戻っていきました。店長がいいね稼ぎのネタになりました。あつ森、案内所前、夕暮れ時の都の楽器遊び。今回の楽曲はゆけけけライダーです。そして今日は贅沢なボーカル付きです。歌を歌うジョン、そして棒立ちの太平太です。まずは上品にチェロの演奏から入ってきました。眺める太平太ですが、ゆっくりと近づいてきます。そしてアルトサックスに切り替えます。完璧なタイミングで太平太がカバーしていきました。あえて初めから楽器に触れていないというところがおしゃれポイント。高いチームワーク力を遺憾なく発揮しています。これは本家越えも近そうです。あつ森、マリオカートに肝心のカートを忘れたちゃちゃ丸ですが、奇跡的に素晴らしい順位につけています。ゴールは目前です。すでに黒い車はゴールしていますが、このままゴールすれば2位という好成績となります。ただ反対側を向いてここで逆走です。一種の煽りでしょうか、それともルールを理解していないのか。帰っていきました。ジュギュンもほっと一安心。しかしもう一度バックしていきます。やはり脳みそまで筋肉なのか、ここまで感覚で走っていました。3周するというルールを分かっていません。さあそのまま行け、無理でした。あつ森、島民代表による無人島内のパトロールです。かなり複雑な地形をしていますが、ヘルメット、さらには高飛び棒を引っ提げて慣れた足取りで進んでいきます。何か問題があれば案内所に報告する必要がありますが、ここまで変わった様子はありません。あっと、ただ問題発生、ジョニーがいました。ここで見なかったことにしてゲームを終了していきました。